マトリックスはウォシャウスキー兄弟が脚本・監督した1999年の SF 映画です。この映画は、革新的な視覚効果、複雑な物語、そして哲学的なコンセプトで知られています。これは、これまでに作られた最高の SF 映画の一つであると考えられています。物語は、ハッカーであるネオとして二重生活を送るコンピュータープログラマー、トーマス・アンダーソンの物語です。彼は、ネオが戦争を終わらせることができるワンであると信じているモーフィアスが率いる反乱軍のグループから連絡を受けました。ネオは人間の体をエネルギー源として使用しながら人類を征服するためにインテリジェントなマシンによって作成されたシミュレートされた現実であるマトリックスの概念を紹介されます。この新しい現実の中でネオはマトリックスのルールのいくつかを曲げ、さらには限界を破ることを学びます。彼はスキルと理解を深めながら容赦ないエージェントスミス率いるシステムコントローラーであるエージェントと戦います。マトリックスシリーズにはマトリックス、マトリックスリローデッド、マトリックスレボリューションズの3本の主要映画が含まれています。またアニマトリックスと呼ばれる短編アニメーション映画のアンソロジーや物語をさらに盛り上げるビデオゲームエンターザマトリックスもありました。2021年12月には4作目マトリックスリザレクションズも公開されました。マトリックス3部作は、さまざまな哲学的および宗教的伝統を利用して、物語全体に複数の哲学的テーマを織り込んでいます。今回の動画では3つの核となる哲学を解説していきます。それでは早速始めましょう。1、実存主義。実存主義の哲学が、マトリックスでどのように表現されているかについて、深く掘り下げていきたいと思います。実存主義は、個人は自由で責任ある主体であり、自身の意思の行為を通じて自らの発展を決定するという哲学的学派です。個人的な経験、主観、意味の探求に重点を置いています。マトリックスにおけるトーマス・アンダーソン、またはネオの実存の旅は、この哲学を象徴しています。彼の人生は、ある種の存亡の危機から始まります。彼は、昼はあくまで法を遵守するソフトウェアエンジニアとして、夜は反抗的なハッカーとして二重生活を送っており、自分が住んでいる世界には本質的に何か間違っている、または間違っていることがあるということを無意識のうちに知っています。実存主義への最も直接的なうなずきは、映画冒頭の赤い錠剤、青い錠剤のシーンで見られます。モーフィアスはネオに2つの選択肢を提示します。青い錠剤は、マトリックスのシミュレートされた世界の中で無知の状態で快適に暮らすことができます。もう一つは赤い錠剤で、痛みを伴う真実につながりますが、知識の自由と能力を提供します。自分の道を選ぶ。この選択は典型的な実存主義のジレンマです。青い錠剤は実存の自由のない、あらかじめ決められた気楽な生活を意味し、赤い錠剤は争いに満ちた困難な道を表しますが、個人の自由と責任は伴います。ネオが赤い薬を選ぶとき、彼は自分の主体性を主張し、実存主義の2つの重要な原則である自分の存在を形作ることに自ら責任を負います。しかし、この選択により、彼はまた、彼が知っている世界は嘘であり、人類は機械の奴隷になっているという、厳しい現実の実存的な恐怖と絶望にも直面することになります。シリーズを通して、ネオは自分の行動と選択を通じて自分自身を定義することで、実存の旅を続けます。彼はオラクルの予言を額面通りに受け入れることを拒否し、自分の運命を形作る自分の能力を信じることを選択し、その姿勢がエージェント・スミスとの最終対決で最高潮に達します。要約すると、マトリックスにおけるネオの旅は、自己発見、厳しい現実との対峙、そして個人の自由と責任の主張という古典的な実存的な物語です。ネオ自身の実存の旅を超えて、マトリックスにおける実存主義のもう一つの明確な例は、敵に寝返ったサイファーのキャラクターアークに見ることができます。サイファーはネオと同様にマトリックスから解放されたネブカドネザル号のモーフィアスの乗組員のメンバーです。しかしネオとは異なり、サイファーはマトリックスを離れるという自分の選択を後悔するようになります。エージェントスミスとの重要なレストランでのシーンで、サイファーは現実世界の記憶を消去された状態でマトリックスに再挿入されることと引き換えに乗組員を裏切ることに同意します。彼は有名な俳優として新たな、そして本物ではないと知っているステーキの味を楽しみながら、快適な無知の中で人生を送りたいと考えています。サイファーの物語はそれ自体が実存的なジレンマを提示します。
彼はマトリックスから解放された時に最初に選択した現実の痛みを伴う真実を拒否し、楽しい存在しない幻想を支持することを選択しました。こうして彼は存在の厳しい真実に直面することを伴う実存の自由を放棄し、代わりにより快適ではあるが最終的には偽りの人生を選択します。そんな彼は本質的に実存主義の重要な概念である自分自身の神聖性を慰めのために拒否しています。彼の裏切りにもかかわらず、サイファーの物語はネオの物語を引き立てるものとして機能し、実存主義の重要なテーマを強調しています。ネオは一方でたとえ厳しい現実に直面しても自由を主張し自分の真実を受け入れることを選択しますが、サイファーはその反対を表し、幻想と安らぎを支持して真実と自由から交代します。したがって両方のキャラクターは自由と絶望、本物と偽り、現実と幻想の間の実存的な緊張を体現しています。 2. シミュレーション仮説。シミュレーション仮説はマトリックスの中心的なテーマであり、いくつかの哲学的概念と密接に関係しています。シミュレーション仮説は私たちが理解している現実は究極の現実ではなく、より高次の知性によって生み出されたシミュレーションまたは幻想であると提案します。マトリックスではシミュレートされた現実は自分たちがシミュレーションの中で生きていることに気づいていない人間のために AI マシンによって作成されている状態です。この仮説では脳がその感覚の入力、例えば目、耳、触覚などから切り離され、代わりにそれらの入力がシミュレーションを実行するコンピューターによって根本的に供給される場合、脳はそのシミュレーションを現実として認識するでしょう。これはまさにマトリックスで機械が人間に対して行っていることです。同様にかのデカルトの悪の悪魔と呼ばれる仮説にもつながります。フランスの哲学者ルネ・デカルトは第一哲学の瞑想の中で、彼が知っている限りでは邪悪な悪魔が彼の感覚をコントロールし、現実の性質について彼を欺いている可能性があるという考えを提唱しました。これも AI が人間の意識に対して偽りの現実を捏造する邪悪な悪魔として機能するマトリックスの状況を反映しています。このコンセプトによりマトリックスは様々なテーマを探求できます。 1. 幻想と現実。マトリックスの前提全体はシミュレートされた世界である幻想と現実の世界、現実の区別に依存しています。登場人物たちは何が真実で何が真実ではないかについて自分の認識や信念を常に問い続けなければなりません。 2. 自由と制御。マトリックスは制御の一形態として機能し、エネルギーの源として使用されている間、人間を抑圧し続けます。しかし、反政府勢力はこの支配からの解放を求めて努力しています。彼らは自由を獲得するために、マトリックスの幻想と戦い、現実世界の厳しい現実に直面しなければなりません。 3. 意識の性質。マトリックスは意識と自己認識についての問題を常に提起します。もし誰かが生涯をマトリックスの中で生きているとしたら、その人は本当に意識を持っているのでしょうか。もし彼らの意識がこれほど簡単に操作できるとしたら、それは意識そのものの性質について何を意味するのでしょうか。マトリックスがストーリー展開を通じて意識の性質をどのように探求しているかの例を示すことができます。例えば映画の冒頭で、昼間はソフトウェアエンジニア、夜はハッカーとして一見平凡な生活を送るトーマス・アンダーソンが紹介されます。彼はマトリックスの本当の性質に気づいておらず、自分が現実の物理的な世界に住んでいると信じています。この時点でネオはある意味自分の意識を持っていると思っていました。彼は自分自身と自分の環境を認識しており、思考、感情、経験をすることができます。しかしモーフィアスが提供した赤い薬を飲むと、彼は自分の存在の本当の性質に目覚めます。彼の人生は全てシミュレートされた現実であり、彼の体は知性のある人々が動力源として使用するために桶の中に保管されていたということです。この根本的な理解の変化は、彼の外部の現実だけでなく彼の内部の現実、つまり意識についても同様です。彼は自分の意識がマトリックスの中で操作され、コントロールされ、自分の思考、経験、自己意識を形成していたことを突然知ることになります。ネオの変容は意識の性質についての哲学的な疑問を引き起こします。もしそれが誤った現実認識に基づいていたとしたら、ネオの赤い薬を飲む前の状態を真の意識とみなすことができるでしょうか。意識は
現実の世界を知ることに依存しているのでしょうか？それとも物理世界とは独立して存在することができるのでしょうか？この映画は、エージェント・スミスのキャラクターを通じてこれをさらに探求します。続編では、スミスはマトリックスの秩序を維持するために設計された当初のプログラムから、彼自身の欲望と目的を持った不正なプログラムに進化します。彼は人間とは異なるものの、ある種の意識と自意識を示し始めます。このように、マトリックスはその物語を利用して、視聴者に意識の理解を投与を促します。私たちの認識を操作できるとしたら、私たちは本当に意識を持っているのでしょうか？人工生命体が意識を持つということは、何を意味するのでしょうか？これらの質問には明確な答えはありませんが、マトリックスが誘う、広範な哲学的探求の一部です。3. 決定論と自由意志。決定論と自由意志の間の緊張は、マトリックスシリーズ全体を通して重要な哲学的テーマであり、ストーリーラインとキャラクターの役割に深く織り込まれています。決定論とは、すべての出来事は以前に存在した原因によって完全に決定されるという哲学的信念です。決定論的哲学は、自由意志の哲学、つまり私たちの行動は、自然の因果関係によって決定されない選択の結果であるという信念と対比されることがよくあります。マトリックスのオラクルのキャラクターは決定論を表しています。彼女は未来を予知する能力を持っており、出来事があらかじめ決まっていることを示唆しています。例えば、彼女はネオに、彼はザワンではないが、自分の命とモーフィアスの命のどちらかを選択しなければならないと告げます。その後、彼女はネオがトリニティと恋に落ちるだろうと予言し、それは実際に起こります。彼女の予言は、出来事の経過はあらかじめ決められており、登場人物たちは単に自分たちの運命を全うしているだけであることを示唆しています。ただし、マトリックスは単に決定論を絶対的に主張しているわけではありません。それは、ネオやモーフィアスのようなキャラクターによって体現される自由意志の概念と並べられています。オラクルの予言は決定論的な見通しを提供しますが、登場人物はしばしば自由意志を行使し、自らの主体性を主張します。特にネオはシリーズを通して、自由意志を行使します。オラクルの予言にもかかわらず、彼は自分の命を危険にさらしてでもモーフィアスを救うことを選択しました。彼はあらかじめ決められた運命という考えを拒否し、自分の選択をすることに固執します。マトリックス・リローデッドでは、マトリックスの建築家から、自分はマトリックスを維持するために設計された、支配と反逆のサイクルの中で自分の役割を果たしているだけだと告げられます。それにもかかわらず、ネオはその運命的なサイクルを断ち切り、あらかじめ決められたルールに従わないことを選択し、自由意志への信念を肯定します。同様に、モーフィアスは、人間の精神がマトリックスから自由になる能力に対する、揺るぎない信念を通じて、自由意志を表しています。オラクルの予言がそうではないことを示唆しているにもかかわらず、彼はネオがその一人であると信じることを選択しました。したがって、決定論と自由意志の間の緊張は、マトリックスシリーズ全体を通じて一貫したテーマとなっています。それは視聴者に、現実の性質と運命を形作る上での自分の主体性の範囲について疑問を抱かせるよう促します。マトリックスは単なるアクション満載の SF 映画ではありません。それは哲学的思考と探求の豊かなタペストリーです。ウォシャウスキー兄弟は、視聴者に現実、意識、存在についての理解を疑問にさせる物語を巧みに作り上げました。1. 実存主義。このシリーズは、ネオやサイファーのようなキャラクターを通じて、個人の選択と信憑性の重要性、快適さと真実の間の緊張を考えるよう私たちに問いかけます。2. シミュレーション仮説。この映画は、認識されている現実が捏造されたシミュレーションである世界を提示することで、私たちの認識と現実そのものの性質に疑問を抱かせます。3. 決定論と自由意志。このシリーズは、オラクルの予言と登場人物の選択の相互作用を通じて、決定論と自由意志の間の緊張関係を探求し、視聴者に自分の主体性と運命の概念について熟考するよう促します。哲学的なテーマを、その魅力的な物語と画期的な視覚効果と絡み合わせることで、マトリックスは大衆文化に永続的な影響を残しました。この作品は、視聴者に現実、意識、個人の自由についての理解を投与を促し、表面レベルのアクションや陰謀といったテーマの枠を超えた、深く考えさせられる視聴体験となっています。